はい、お疲れ様です。ですね、帰り来たんですけど、ちょうど着いたぐらいにね、雨が降り出して、まあ、いつものこと橋の下来ています。風がね、何メーターだろう、2メーター、3メーター、ありますんで、ちょっとどうしよう、まあ、とりあえず、この前のね、昨日の続き、せっかくね、1週間、働いて、頑張って、ね、最終土曜日、まっすぐ帰るのはもったいないです。んで、どうしようかな。とりあえず、6軸に切り替えて、エレベーターを下げる。んで、あれが、点滅に今切り替わりました。青点滅ですね。で、まあ、スロットルカット解除して、ちょっと風があるからトリム、まあ、一応、合うかどうかやってみますか。はい。どうだろう。一応奥ね。はい。今いい感じ。あ、いいじゃん。ん？でエレベーターをまたアップ。というか、まあ、下再スローね。はい、止まりました。んで再起動するのかな。しなくてもいいような気もするけど、まあ念のためね、再起動しましょう。はい、再起動して、でもこんな一発で あっても困るな。あのトリムがね、ちゃんと、ずれてるっていうか合わせてるっていうのはちょっとわかんないな。はい、とりあえず3軸ん6軸3軸いっか。はい、3軸でホバリング。3軸ですね。エレベーター結構敏感。はい、一応3軸で今ホバリングしてます。はい、今3軸で手外してます。はい、あ、ちょっと流される。はい、これでホバリングした状態が、ちょっといいかな。はい、6軸。あ、いいね。特にあの、ぶっ飛んでいかない。今6軸なんで、まあ6軸なんでね、もうこれ以上倒れません。で、3軸に戻す。はい。あ、特に挙動もないな。てか、どうしよう。トリム合わせが、なんだろう。その、トリムがね、合わせる、ことしたいんですけどね。一発であったら困るんだけど。特に何もしてないっていうか、してないよね。まあ、昨夜あのローターがぶっ飛んだぐらいしか。はい、どうしよう。じゃあアイドルアップどっちにしようかな。こっちあれだから真っ黒になるもんね。こっちにしてちょっと右の草に落とすと最悪だな。はい、アイドルアップ、変わんねえな。え？今3軸よね。3軸です。はい。結構揺れてる。回転低いな、なんか。ん？回転低いぞ。電池がないのか？あ、降りてくるな。アイドルアップ解除。はい。なんだろう、充電してなかったかな？まだタイマーは、1分以上残ってんのにな。充電してなかったのかも。あ、こっち濡れる。やばいやばい。
しかしな、あれポケットの中に電池予備持ってたはずなのに、下ろしてる。はい、よいしょ。はい、今は、ちょっとモーターカット入れちゃかないと回り出すのに危ないんで、アイドラップも OK。 どうしようかな。せっかく回ってんだけどな。とりあえずね、したいこと、レスキュー、はい、カット解除で生命に戻るかなんですけど、ケツホバでやった方がいいよね。対面でやると生命に戻った時対面だから。アイドラップ、はい、アイドラップしました。でエルロン背面、はい、背面、はい、この辺でいいかな。ちょっと高いかな。はい、ここで6軸に切り替え。はい、もういいよ。変わんねえ。ちょっとやばい。嘘、なんで、なんで生命に戻らんの。なんで、ちょっと待てよ。6軸変わんない。どういうこと。もしかしてこれあれかな、モーター離陸前に6軸に切り替えないと変わんないってやつ。ちょっと生命戻るかな。はい、フリップ戻った。あれ、おかしいね。なんで今これ、三軸のままですね。三軸のままですね。はい、三軸。ちょっと待ってよ。三軸に戻して、六軸に切り替え。あ、ダメだ。アイドラップ、ちょっと解除。あ、六軸に戻ってる。あれ？ちょっと待ってよ。おかしいな。なんだ？一回下ろすか。あれ、6軸になったな。ちょっとモーターカットして、ちょっとおかしいね。サーボモニター、アイドルアップすると6は関係ないよね。してあ、この時に5が反応してないや。なんでやろう。解除すると反応する。あれ、入ってないな。ちょっと待ってな、アイドラップ、これを入れ、6軸に切り替えてアイドラップ入れるとゼロになってる。これだ。これを100、これでいいのか。あ、ちょっと待って、これ GY、 あ、スイッチだ。SA スイッチで設定はオフオンオンと。でもって、ちょっと待ってよ。ノーマルの SA 設定、やっぱオフオフオンか。これでどうだ。これですると、サーボモニター、今5が入ってますね。ノーマルだから入ってますね。はい。で、3軸のアイドラップ、3軸のアイドラップ5はまだ反応してないです。で、6軸、あ、これでいいな。はい、アイドラップごとにも設定連動あるんやな。じゃあもう一回、またカット解除いいかな。はい、いきます。じゃあ、アイドアップ3、で背面、これ今3軸ね。はい、ここから6軸に切り替え。あれ、あ、やばい、あ、ちょっと待って。今ノーマルにして、スロットル再開だから、モーター止まるんだけど、
青年に戻らないな。え、なんでだろう。ん？ちょっと待てよ。おかしいな。青年に戻らないのか？てかアイドアップ切ったら悪いな。切るんなら三軸に戻せばいいんだけど。お、ちょっともう一回行くか。ちょっとちょっとあん、うん、アイドルアップ背面で、ここでえおった、危ない危ない、六軸に切り替え、ああこれ六軸、あやべやべやべ、あやべやべやべ、嘘、あのこれあれだ、インバッテッドスイッチになってる、マジで、わーやべ、おー、解除、おう、わこれやりにく、ちょっとこれなんでだろう、六軸の意味がちょっと変わったぞ。ですね、通常ありえないことは起きたんですけど、インバーテッドスイッチってまあ前からちょっと知ってたんですけどね、ずっと今使ってなかったんですけど、要するに、ね、背面なのに正面と同じ打が打てるっていう、のがあるんですよ。でもこれ、今の時代にインバーテッドスイッチなんかあんの？多分ないよね。もう今の時代ないよね。インバッテッド、いやないただピッチはね逆だったんよね。ピッチだけは、下げないと上に浮かんなかった。でもエレベーターは、エルロンで曲げて背面にしたから、普通ならあのアップにしないと前に行かないのに、ダウンしないと前に行かなかったんで、完全にあの正面と同じだでした。まあエルロンはね背面でも向こう向いてたんで、エルロンはまあ一緒なんですけど、これは怖いね。これは逆にパニクるな。です、はい、六軸は、どうしよう、参ったな。いやそうなると、どこでスイッチを入れればいいかということになるな。つまりあのあれだ、機体がこう斜め90度とかこう暴れて、あどっち向きかわからないっていう時にインバテッドじゃなくてあの六軸、うん、今六軸入れたらもうすぐ水平になりました。解除、はい、こうやって暴れさせてやばいと思ったらこう、うん、六軸でもこれが多分90度以上になるとどうなるんだろう。これ頭おかしくなりそう。アイドアップ3で背面で、これでねダウン押すとこっち来るんですよね。ダウンは
でここでインバッ、これでやると今、6軸モードなのにダウンを押さないと向こうに逃げないんで、これ、どうしよう、背面、正面に戻らない、あ、嘘、正面に戻らないダメだ、あった、危ね危ね、今3軸に戻したんで、正面に戻らないんだ、6軸のまま背面にすると正面に戻らない、これ説明書書いてた？ちょっと解除、アイドアップ解除して、これレスキューに使えないな、はい、ということですね、はい、ちょっと、モーターカットして、いうことで、背面の6軸モードはレスキューというかインバーテッドスイッチになりました。多分背面で慣れている人はね、最初はびっくりすると思う。はい、以上です。